こう上げる感じを入れてるために、頭が動いてるとやっぱ、はい、今回はなぜ蹴りの時にこう体を傾けるんですかっていう質問が来てたんですけど、まあ、フルコンルールとかであれば別に全然傾ける必要はないんですけど、顔をこう残したまま蹴りを入れようとすると相手のパンチがそのまま真っすぐ入ってくるんで、特に蹴りにパンチを合わそうと、狙ってる人には非常に危ない。顔の位置が動かないと、危ない。特にリーチが、短い人、自分みたいにリーチが短いタイプはしっかりパンチを、相手のパンチを避けながら蹴る必要がある。分かりやすい。相手のパンチを避ける、避けながら打つ。ローとかも一緒、しっかり避けながら、避けながら蹴る。これ残したままだとバッ、ゴロにもらってしまう。相手も当てやすいんで。ただ、まあ、パンチと一緒で相手のパンチを避けるためにこう頭をしっかり動かす。ちょっと動きになって、こう相手のパンチを避けるために頭が動いてるとやっぱ当てにくいんで、常にこの位置をずらす。頭を動かすことで相手の命中率を下げる、まあ、集団率を下げていく。そしていつも言うように相手に的を絞らせないということが大事です。ということで、ね、ちょっとこう軸をずらすようなイメージで頭をそっと避けながら蹴る。ちょっとね、まあ、意識して、特に蹴りに対してパンチのカウンターをこう狙ってる人なんかには有効なので、ぜひ意識して練習してみてください。ご視聴ありがとうございました。